昨日プロポーズして結婚予約しました。おめでとうございます。久しぶりの加藤純一、どうでした？加藤さんはもう太っちゃってるんでねやっぱりね、あのね、幸せになる人はね、体に出るんですよ。良くないですよね。はい、あの、なんだろうな、幸せな人が見たいっていうパターンのファンと、この人の幸せなところが見たいっていうパターンのファンがいるんですけど、加藤純一さんのファンは基本的に加藤純一さんが不幸せなのを見たいっていうファンが多いと思うので、そういう意味ではあの、こう幸せ太りされてもなという気はしますけどね。はい、ひろゆきおしゃれに気をつけてるな。このパーカーずっと着てるだけなんで、あの、特におしゃれだと思ってないんですけど。あと T シャツもユニクロで買ったやつの気がします。幸せの方が良い。そうなんだ。あのね、たまにあるんですけど、 YouTube であのカップルでやってるチャンネルってあるじゃないですか。英語圏でもちょこちょこあるんですけど、でそれって多分有名なのって10個もないと思うんですよね。日本でカップルがやってる YouTube のチャンネルで有名なのって、で大抵なんか一人がやってるやつばっかりで、そのなんか男女が幸せになってるのを見て、その楽しいとか幸せを感じられる人って割と少数派な気がするんですよね。番4番4書かれてますけど、あの、今は多分この深夜の1時10分にこういう放送を見てる人って基本的には子供部屋おじさんとか子供部屋おばさんだと思うんですよ。そのあの、僕の知り合いのひよえさんみたいにこう40年間人に好かれることもなくみたいなっていう感じなので、割とその人の不幸が見たくて動画だったりテレビを見るっていうのは結構あると思うのですよどうですか、この見てる人を見下した発言、すいません皆さん、チャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。